こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。ドラゴンクエストビルダーズの第3回かな、やっていきたいと思います。前回前々回と冒険を、中心にしてきたので、今回は拠点を発展させることに重きを置いて、撮影していこうかなと思います。ピリンからのお願いで女の子の専用の部屋を作ってくださいということだったので、それをね作っていこうかなと思います。まずは染料を作らなきゃいけないみたいだね。あとはなんかこういう装飾品が、出てきたので、家具が、そういうのも作っていこうかなと思います。染料ってどうやって作るんだ。染料ってどれ。染料がないよ。ほわっと。染料は台所か。こっちでもなんか作れんのよな。あ、森のサラダ。染料あった、染料あった。食器もここで作るんだ。台所でも作る。染料は赤い油と、青い油。赤い油がない。なるほど。スライムベース倒してこなきゃしょうがないんだ。じゃあちょっとスライムベース倒していきたいと思います。ほい、かわして、ほいと。お、あ、落とした。これで旅人の服が作れる。よし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 。これは楽しくなってきた。やっと。まあ、革の鎧はもう元から作れたんですけども、やっぱりパッケージの装備を作ってみたかったからね。おっと、食らっちゃった。けどもう、ここら辺の敵も全然大したことないかな。お、当たんない。ほい。赤い油を、あ、ブラウニーもいるんだ。色替えの敵もいるのか。敵から特技を奪えるっていうのが、奪えるというか、教わるっていうのがちょっと面白いシステムだなと。あ、結構追いかけてくるな。なんだこれ。ヒノキ棒を落とした。誰ヒノキ棒を落としたの。あ、俺が捨てたのか、ここで。危ない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 。キャー、逃げろ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 。スライムベース、スライムベース。ほい、ほい。くそ、こいつ、しつこいな。ほい。落とせ。何にも落とさないか。しかし倒しても経験値がたまらないんだな。不思議な感じ、ドラクエにしては。あ、いて。ほいほい。じゃあキメラの翼節約で帰る。よしよしよし。さて、まずは油を作る前に、いよいよ作りますよ、あれを。旅人の服入ってる色、よし。ボロ切れ。あ、油使うんだ。使う。作る。来た！来た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 ！装備。旅人の服、装備。あははは、なった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 。やっとこれでちょっとそれらしくなったんじゃない？帽子とも合うしね。よし。いいね。様になってる、様になってる。ガミともいいよ。様になってるよ。で、染料も手に入って、染料じゃないや。染料の素材か。染料を、じゃ全部作っちゃうか。2個か。10個も作れるんだ。やったー。いっぱい手に入ったー。中間素材が染料なわけね。よしよしよし。で、これで、あったあったあった。女の壁掛け。男の壁掛けは、あ、青い油が必要。女の壁掛けを1個作る。手に入った。いいね、いいね、いいね。で、女の子の部屋をどこに作ろうかっていうことだよね。夜も作業したいからっていう、なんかいろいろものづくりにピリンが目覚めちゃったわけなんですが、私だけの部屋を作ってと、ここはね、もう壺倉庫になってるんで、ここじゃなくて、あ、てか、ここの壺の数がやばい。35個とか。あ、樽もあるじゃん。やば。これ、1個置くと50ポイント？ 50×35 は？ 1750。 うわ、すごいポイント入るね、これだけで。すげえすげえ。じゃあ、この奥まったところにしよっかな。あ、そうだ、木材で作ってあげよう。木材の部屋も作ってみたかった。もうなんかやりたいことが次から次へと。忙しい、忙しい。よし、じゃあ木材の、家を作ってあげようかな。木材、これ持ってるやつ全部タララッとね、やって、あれ今数的に損してるかな、大丈夫かな。
そしたら藁の扉も必要でしょ。作る。もう一個作っとこうかな。あとは何、藁床。あ、丈夫な草が必要なの。敷き藁セットって何。土を変化させるための魔法の道具。周囲の土ブロックの床を藁床に変える。そんなのもあるんだ。へえ、敷き藁セットいいね。作っとこう。おお、いっぱい作った。あとはまあ、フェンスっていうのもちょっと気になってる。もう一個作るか。フェンスってなんだろう。よし。さて、持ち物。建材になる。あ、木材は建材にならないんだ。そっかそっかそっか。建材って書いてあるやつがブロックとして置けるやつか。あ、中間素材だもんね、木材は。だから、建材っていうのは、この藁床とか敷き藁セットとかを言うんだね。石の階段も作っとこう。そっかそっかそっか、そういうことか。だんだん分かってきた。じゃあ入れ替えて、木材と入れ替えよう。よしよしよし。収納箱も、女の子部屋には使いたいから。よし、じゃあこれでいいかな。どこに作ろっかな。敷き藁セットっていうのが気になるな。ちょ、寝るかまず。一回夜にしないとな、ゴーストがうるさいから。じゃあちょっと寝る。タラララー、よし、行くぞ行くぞ行くぞ。じゃあ壁はもうしょうがないのか。壁は何か作ってあげたかったけども、まだ石の壁とかそういうのも持ってないんだな。なるほどね。当分はあれだな、土の壁になるな。こういう石の壁ちょっと憧れたりしてるんだけれども、しょうがない。とりあえず敷き藁セットをここに置いとくと、周囲のやつが。あ、そういう、ああ、そういうことか。失敗した。使い方がいまいち分かってなかった。まあいいか、これ、これで周囲が、あ、ごめん。周囲のブロックが、そういうことかい。じゃあ、ここで使うか。OK、OK、OK、OK。あ、こんな感じでいいんじゃないかな。壁はなんかな、ないかな、壁。石垣があるっちゃあるけど、入れ替えとくか。じゃあ石垣をどうしよう。石垣、じゃあここにほら一個だけ石垣の床で、ちょっとこれピリンのためにこれ破壊しよう。ドロップするよねこれ。よし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 。あー、壊れた。ほい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 、オッケー。土壁にしよう、これを。お、床石。あ、思いついた。石畳。あ、石畳、来た来た来た。これ、いや、てかもっと早くに思いついてほしかった。これ早く壊せばよかったのか。しまったー。なんだー、しまったなー。ほい、ほいほい。で、こう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 。で、一応これで壺だらけの部屋は完成して、石畳か。石垣でとりあえずこれでピリンには我慢してもらおう。あ、間違えた、ごめん。こんな感じかな。あと4つ置けんのか。じゃあここがだな。ここ壊してコンコンだな。この一方だけちょっとね、石垣にするっていう謎の豪華さでピリンには納得してもらおう。ここもな、敷き藁セット使いたいな。ここ使おう、もうちょっと。ここ。なった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 。よし。よしよし。じゃあ一つだけ芝生っていうね、自然な感じを残しておこう。キリンの家に。そうしよう。じゃあこんな感じでいいかな。こうでしょ。え、で、なに、結局ここで結局ここで土使うしかないじゃん。ちょっとよくわかんねえな。まだ建材がないんで、ちょっとピリンに許してもらおう。建材がないんだもん。だってもうちょっと拠点がさ発展したら、なんかいろいろ作ってあげるから。
ちょっとピリン許してくれ。いや、ちょっとわざわざ部屋を狭くしなくてもいいか。うん、ちょっとね、ちょっとお粗末な感じではあるけども。ちょっと、笑ゆか。これちょっと、怖そう。笑ゆかを3ブロックで、敷きわらセットできるんだ。で、手に入れるのは笑ゆかなんだ。え、っていうことは、わらゆか、1個作っちゃえば無限に増やせるのか。そういうことだよね、きっと。敷きわらセットを今使うと床がババババってな、多分20マスぐらいがわらゆかになる。っていうことでしょ？敷きわらセットを使うと20マスぐらいがわらゆかになる。けど、これ作るにはわらゆか3個だから、もう簡単にできるんだ。なるほどね。うん、こっちか。しまった。しまった。しまったよ。レンガウォールだって。こっちだったのか、建材は。うわあ、もうなんかいろいろと。ちょっとごめんなさい。まだ慣れてないからね。ちょっと操作ミスというか、まだシステムを理解してなかった。これか。これですね。これを入れ替える。枝豆。これこれこれ。なーにが、なーにが石垣だよ、畜生。ほい。ほいほい。ちょっと置いてみようかな。間違えた！グラフィック似てるから間違えた。ちょっと待って。間違えたよ、もう。出たよ、チンプレイ。まさかこのゲームでも出るとは。わらゆか持ちすぎ。いや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 、お恥ずかしい、お恥ずかしい。レンガセットだと、あれなんだ。土壁を全部レンガにできるんだ。レンガセット作ってもありだったな、土壁で作っちゃって。まあそういうのはね、多分、ちょっと今操作がおぼつかないんですけども、慣れてきたら、使いこなすと思うので、ちょっとそこら辺を楽しみにしてもらえたらなと思います。言い訳以上。これでレンガウォール、レンガウォールはどう使うの。ちょっと待って、じゃあここに使うか。ほい。あ、でこうなるんですね。そういうことか。これでいいんだ。でこう、ボボボボボボ、オッケーオッケーオッケー。でここもボボボボボ、オッケー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 。70ポイント、ちょっと点数上がった。え、50ポイント、え、そんな点数上がんの。いや、嬉しい嬉しい。ボボボボボボボ、全部レンガウォールにしちゃおう。ここら辺ボボ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 ボ、え、なんで、ボボボボボ、レンガの部屋だよ。ほら、どうだ。上がった上がった上がった。やったね。え、拠点ぐるっと回りレンガになるじゃん、そしたら。そういうのもありね。そういうのもありね。でも、とりあえずまあいいや。ちょっと、目的を忘れちゃうからすぐ。で、ここに藁の扉を作りましょう。まだ扉が藁っていうのがね、藁以外の扉はできないよね、まだ。石畳セットとかレンガウォールとか、このブロックが3つ重なったやつは、魔法の道具なんだ。土を変化させるための魔法の道具だから、使うとバババババって火が出て、その辺り一帯に効果が出るわけですね。まあ、扉はまだ藁の扉しか作れないみたい。ちょっと暗くなってきたんで寝よう。いや、面白い。やることがどんどん増えてきてる。これはワクワクが止まりません。次は、でももう、明かりつけて看板つければ女の子部屋完成なんだけど、ちょっと、このね、匠の技ですよ、こう。レンガだの、石垣だの、藁だの、何にも統一されてないけど、ここに草原のね、庭が、中庭があるっていう、すごい迷惑しそうな人もなんか嫌がりそうな人もいそうだけど。女の子部屋、ここ。じゃあ、ここ。あ、作れた、作れた。で、ここで明かり作っちゃったらもう完成だと思うから、じゃあ、収納部屋を、収納箱か。収納箱、じゃあ、ここに。ポンと。あとは何かな。あ、間違えた。
あとは、袋も入れとこうかな。あと明かりつけたらもう完成しちゃうもんな。あと壺も必要なのか。壺とわら床、わらベッドも必要って言ってる。わらベッド。あ、草がない。草取ってこい。わらベッド。いろんなアイテム入ってんじゃん、ここに。何これ、石の窓。へえ、窓とかも作ってくれてる、勝手に。あ、レンガも勝手にある。あ、なんかどんどん勝手に入れてくれてるんだ。あ、なかなかやるな。ロロンドも働いてくれてる。で、料理も勝手に作ってくれてるし、あ、町の人かなりあれだ、全然働いてくれてる。これは頼もしい。あと壺も入れようかな。壺もないといけないって言ってたから。じゃあこれいいや。壺ここ、で、わらベッドを入れ替えで、ほい。わらベッドどこにしようかな。わらベッドはどこにしようかな。じゃあ草の匂いを嗅いで寝てもらう感じで、こんな感じで。で、目隠しがね、やっぱり必要だから。朽ちたバーケーバリケーター、ちょっと待って、なしちょっとこの中庭邪魔になったな、ごめん。中庭こうする。で、フェンスとかをこう、なんかあの、ほら、目隠しにちょっとこの思ってたのと違う。ごめん。じゃあ普通にブロックにするか。あ、で、ここで石垣をこう、ほら。これどう？すごい窮屈な感じ。ちょっとこれなし。待って、女の子部屋だから別にそんなことしなくてもいいのか。男子は入ってこないわけだから。そうしよう。じゃあこれでいいや。これであと明かりか。明かりを。松明。あ、これいいね。これ取り出そう。壁掛け松明を上にこう、こことか。できたかな？こう。お、いいね。あ、まだできてない？壺と、わらベッド置いたよ。あと作業台かな？キリンどこ行った？いた。私最近どうしても町のみんなの様子が気になって、みんなのためにせっかく物を作ろうと思ってもなかなか集中できない。ピリンも物を作るっていうことをやるんだ。壺とわらベッドがある私専用の部屋を作って。そうそう、女の壁掛けは部屋の外じゃなく部屋の中につける。あ、中につけるんだ。これは確かに今の注意書きがなかったら勘違いしてた。じゃあこれで完成だ。じゃあここにポン、できた。あれ、走ってこないよ。え、壺と、なんで壺もう一個、追いガツオ的な追い壺。はい、追い壺どうだ。え、なんでダメ。なんでっていうか、部屋が完成したっていうのも出てないし、どうして。え、超明るいよここ。あ、そういうことか。そこの壁か。ここが埋まってないとダメなんだ。部屋として認識されないんだ。これで OK だ。来た。初めての個室。できた。1300ポイント入った。よっしゃ。来た。どうですか、ピリン。わあ、私専用の部屋を作ってくれたんだ。ありがとう、ガミとも。ケッパーは夜通し街をうろうろするし、ロッシーは時々寝ながら絶叫するし、怖っ。ロッシー怖っ。ロロンドはいびきが異常に大きくて全然ものづくりに集中できなかったんだ。え、そんなに集中して何を作っているのかって。
それはまだ秘密。準備ができたら教えるから楽しみにしててね。なんだろう。そうだ、最後に部屋の壁掛けに私の名前を書いてくれると嬉しい。おお。壁掛けはそこか。あ、書くってある。誰の部屋にしますか？ピリン。ピリンの部屋に、はい。おお、個室ができるんだ。あ、よかった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 。なるほどね。で、ちょっとそこからさらに、ちょっとピリンの部屋だけ特別に石のテーブルを作ったりしよう。あとは石の椅子。一応お客さんが来た時用に2つぐらいね、作っておきましょう。あとは家具的なのは、ベンチもあるんだ。ベンチ作ってみよう。あとは何かな。まあ、そんなものか、家具は作れるのは。ここで家具とかは作れない。武器と建材だけだ。あと家具でもう一個こっちの台所で、食器が作れたから、ちょっと食器を作ってみよう。いい、なんかおままごと的な感じになっちゃってるけど。なんでお前そこにいるんだよ。こいつ変態だな。石のテーブルをどこに作ってあげようかな。何か作業するんだったらどこがいいかな。こことか。おお、100点。え、レベルアップ。あ、拠点のレベルが3になった。よし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 。で、ちょっとご飯を、ちょっと女の子の部屋で勝手になんか食事してるけど、ボロボロにこぼさないようにしないとね。あとは持ち物で、食器を取り出しましょう。で、食器をここに置く。いいね。いいね。なんかいいね、いいね、いいね。あー、ごめん。あは。で、持ち物で、入れ替えか。はい。椅子。ポン。こっちかな。あ、座れる。あ、いいね。あ、座れるんだ。あ、これも座れるんだね。へえ、いいじゃん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 。かなりいい感じだよ。で、ベンチは違うところに持ってくるか。ベンチは多分きっと家具だから部屋の中に置かないとポイントにならないんだろうけど、一応みんなの憩いの場っていう謎の空間を作り出す。じゃあこの景色が一番いい方向どっちだろう。全方角邪気に包まれてるな、この。この世界はまだ闇に包まれてたわ。景色がいいところ特別ないから、じゃあこの旗か。この旗を見てもらおう。じゃあこの端っこに、うん、ちょうどいい空間。はい、できたできたできた。はい。謎の座る空間作った。いいね。あ、やべ、あとここにフェンス作ろう。ゴースト入ってきちゃうもんな。どうだ、これでどうだ、これでどうだ。よし、あ、ピリンちゃんと寝てる。ちょっとごめんピリン、なんか言おう。ちょっと起きて。この前は私の部屋を作ってくれてありがとう。部屋を作ってくれたおかげで町のみんなへのプレゼントができたんだ。おう、実は私にみんなのためにお洋服を作っていたの。みんなに早く来てもらっていいんだけど、完成した服をロンドンに渡したら、公衆の面前で着替えはできんって怒られちゃったんだ。だからね、ガミともお着替えできる新しい部屋を作ってくれないかな。部屋には椅子が2つと服を入れておく場所が欲しいんだけど、ガミともなら何か思いつかない？クローゼットとか作れるようになるの？洋服ダンスとか？石のクローゼット！おー！なるほどね。あ、で寝た。じゃあ寝るか。いや、拠点を発展させるっていうのもまた面白いな。あ、兵士の子孫だから、傭兵の子孫だから寝ないんだ、ロッシは。え、なんで入ってきた？え、なんで入ってきてんの？マジか。ゴースト入ってきちゃうんだな。着替え部屋か。着替え部屋ね、どこに作ろっかな。でも作れる場所がこの中って決まってるからな。着替え部屋か。まあ、じゃあ一回ここの洞窟を着替え部屋にしようかな。え、なんで焚き火の台所も壊れちゃうの？あ、完成した。え、なになになに、何が起きた？あ、そういうことか。こういうことね。じゃあここ着替え部屋にしよっかな。ここもレンガウォールにしちゃおう。レンガウォール、レンガウォール、レンガウォール。レンガウォール、面白い。簡単にレンガウォールになるのいいな。ちょっとこれ、そうなってくるとこの石が邪魔だな。
で、ここにポン、ここにトントンって開けて、トンとやった後、レンガウォールできた。で、ここで敷きわらセットやり方覚えてきたよ。でも範囲がちょっとなかなか指定できないのがあれだけども。そしたら松明が作りたいな。青い油持ってなかったっけ。あー松明作れない。ちょっとスライム買ってこよう。あ、ちょっとレンガっぽくなってきたね。ちょっと拠点が土壁から進化した。主人公がいる横2マスになるのか。じゃあこれだと1マス余んのかな。あ、なるほどね。主人公を中心にした5マスがそれになるんだ。じゃあここでぴったりか。あー分かってきた分かってきた。交換範囲が分かってきた。レンガの壁にしてやった。なんかどんどんと、なんかただレンガにしてるだけなんだけどポイントが高くなる。いいね。ただレンガにしてるだけなんですけど面白い。また全部レンガにしたらポイントがあれかな、レンガ壁の料理部屋とかになったりするのかな。まあいいや。じゃあこれでもうちょっと持ち物入れ替えるか。持ち物の入れ替えがちょっともうちょっとスムーズにできたらいいな。あ、松明あるし、素材系は全部手持ちから離れればいいよね。命の木の実食べてと。じゃあ松明作ろう。よし。で、ここに松明をポンと置いて、部屋作っといて、あと石のクローゼットを作ろう。石のクローゼット、石のクローゼット。うわー、ボロ切れが必要なのか。骸骨を買ってこないとな。いや、それにしても、でもピリンがせっかくさ、この部屋、あ、椅子座ってくれてる。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。せっかくこの部屋ピリンがさ、なんかいろいろやって、お着替えを作ってくれたのに、ロロンドがみんなの前で面前で着替えできるか、なんて。誰もおめえの裸見ねえよっていう話なんですけどね。よいしょ。彼にもプライドがあるんだ。じゃあちょっとあれを買ってきます。骸骨を買ってボロ切れを手に入れていきたいと思います。よっしゃ、戦闘だ戦闘だ。なんでかんで戦闘をする回になっちゃったな。じゃあここはバッサリカットにしようかな。じゃあボロ切れ3つ手に入れるまでカット。油も手に入れよう。お、かわして切る、かわして切る。ボロ切れない。お墓がある。ボロ切れ入ってるかな、あの箱。宝箱。ほ。荒れ放題だ、だって。どうしたの？おお、人間、君が最近この辺りをうろうろしてるって噂がの、ガミ友だね。実は僕、このメルキドで死んじゃった人間たちに墓を建ててあげたいんだ。あ、いいやつじゃん。でも、お墓の建て方はよく知らないし、この墓地も荒れ放題になっちゃって。そこでね、ガミ友、お墓の建て方を知っているブラウニーに話を聞いて、この場所にお墓を建ててみてくれないかな。きっと一度見せてもらえば僕もお墓を建てられるようになると思うんだ。お墓作りを知っているブラウニーはドムドーラっていう場所の奥地にいる。ドムドーラ来た。そこはすごい遠いし、すごく遠いし、お墓作りも大変だから、もしも気が向いたらでいいからね。やっぱいい魔物もいるんだな。うわ、何あれ、ドクロマーク。戦闘イベントかこれ。ちょっと周りの、お、壊すなよブラウニー。大きいの体つっかえてるし、いいや。あ、開かない。あー、そういうことか。お墓イベントをクリアしたらなのかな。おっ、ちょっと待って、ハサミ打ち。倒して、切らしといて、こう。切らしといて攻撃。いやー、ボロ切れなかなか出ないなー。あ、落とした。よし、手に入った。じゃあ、キメラの翼使って帰ろう。よし、これで石のクローゼットまで作った。お、なんか一気になんかレンガの壁にしただけで、なんか貧乏臭い拠点から発展した。よし、じゃあ、石のクローゼット作りますか。
あ、来た！石のクローゼット、追加。できた！石のクローゼットを、どんな感じ？ 2×2 のマスで使うのか。じゃあ、ちょっとこれ、松明削って、ここにドンと置こうかな。あ、いいね。で、収納箱あったかな？収納箱を、いや、収納箱ね。あ、じゃあ、宝箱でいいや。取り出す。宝箱をここに。松明先か。松明先に置いて、宝箱を、ここに置くか。ほい。宝箱の間になっちゃったけど。あれ？宝箱の間じゃなくて、あれなんかいっぱい人来ちゃった。悪くねえな。着替え部屋、これで条件達、宝箱の間でいいのこれ。大丈夫？どうかな、神とも。お着替えできる衣装部屋を作れそう。あ、ここじゃダメ？石のクローゼットと椅子が2つある。あ、椅子を2つ作んなきゃダメか、ここさらに。あ、収納箱はいらないんだ。なんだ。じゃあ椅子の、じゃあ椅子の椅子を。石の石の椅子か。2個。これでいいかな。衣装部屋。衣装部屋できました。あ、じゃあここ宝箱いらないんだ。宝箱じゃあ壊しちゃおう。ドン。あー。ちょっと待って。宝箱だけ壊したい。こうかな。ドン。ドン。オッケー。あ、ごめん。ごめんごめんごめん。せっかく来てくれたのに皆さん。置いた。置いたよ。よし。これでオッケーか。あ、で、みんななぜか集まってくるのか。ケッパーか。で、これでピリンの依頼完了。うわー、ありがとう。着替えできる衣装部屋が完成したんだね。ロロンドもロッシもケッパーもここに来てからずっと同じ服を着てるでしょ。すれ違うたびに香ばしい匂いが鼻を突き刺して、私もう我慢できなくなって。香ばしい匂いが鼻を突き刺してっていう表現はなかなかそういうの好き。これでみんなにお着替えしてもらえる。今日からは鼻に土を詰めなくても生活できるよ。ピリン、そんなことしてたのか。本当にありがとう、ガミとも。私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。おー、これでみんなの衣装変わったりするんだ。ピリンが着替えてるとき、これうっかりロロンドンが飽きちゃったら、これ案件発生しちゃうけど大丈夫か、これ。目玉焼きくれた。できた、できた、できた。あ、鉄のサソリを倒せって書いてある。鉄の、お、あ、着替えてる！なるほどね。あ、あ、ピリン着替えた！かわいいじゃん、そんな服。あ、すごいすごいすごい。ロロンドも着替え、あ、ケッパーもちょっと変わったかな。ロッシ、ん？だ、どっちだっけ？ロッシか、あの緑色は。ロロンドの服あんまり変わってないような。あ、ピリンは変わった変わった。あ、これちゃんと座ってくれるの嬉しいね。へえ、いいじゃん。お着替えいいじゃん、これ。よかったよかった。お前なんだこいつは。しかも壁よじ登って。すいません、もうちょっとうまく歩ってもらえないですか。壁の上歩ってるけど。これでとりあえず拠点発生的な、あ、拠点発展はここまでか、一応。今、現段階でできるな。もっとできるだろうけど、レンガの壁にしたりとか、あるみたいですけど、こうやってね、ババ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 って、バリ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 ってやると、すごい頑丈になっていくみたいな拠点が。とりあえずは一回全部崩して、土で作ってからってことのがいいのかな。まあ、石よりレンガのがなんかおしゃれな感じはするけど。いいじゃん、いいじゃん。ここら辺も壊しちゃおうかな。一回石垣、石の、石床っていうのを使ってみようと思います。うん、それやってみよう。なんでも試しに使ってみないとね、いざちゃんと使うときに使い方がわかんないかもしれない。試しにやってみよう。ここちょっと石の床にしてみよう。石畳セットを作ろう。おお、燃やしてる燃やしてる。できたできたできた。持ち物。石畳セット。取り、あ、じゃない、入れ替えか。入れ替えで、じゃあ、壊れたからいいけど。よし、じゃあここで使ってみよう。
横2マスだから部屋に影響のない、ここか、 こんな感じかな。ここで使えばぴったりくらい。おお、床石に変化。おお、なるほどなるほど、石床になった、石床になった。じゃあここら辺使うとか。あー面白い、これはいいね。床は石でいいよね。床石はちょっとなんかそういうのが町っぽいじゃん。うん、町っぽい町っぽい。あ、これいいわ。あ、これいいわ。ちょっとかなり最初の面影なくなっちゃったぐらいいいね。壁がレンガで床が石になって、一回全部土にしちゃった方のが早かったんだな、こういうのは。綺麗になったところで、ちょっと中途半端だけどここ、次回は冒険をねしてみたいと思います。ロロンドの言う石の守りっていうのと、ロッシの言う特技をね、鉄のサソリを倒すと敵から特技をもらえるらしいんで、特技を奪ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。